帰ってきちゃったよ。中勤切れたのにな、緑のおっさんざんね。ああ、つまんねえな。つまんねえな。つまんねえな。バニラ、バニラで稼ぎ求人、バニラ、バニラで高収入。なんで俺がバニラの代わりに歌ってあげなあかんの。もうちょっとバニラからでも何でもいいから人来てよ。もうはぁ、今日面接来ねえな。もうやめちゃおうかな。もう店辞めちゃおうかな。クレープ食べに行く？ね、食べに行かないわ。眠たいわ、もう。帰ろうかな、マジで。いや、マジで。賞味マジで。西成？西成ってどういうこと？西成行くの？ここはまだ行くのですけど。なんか配信な。配信な。なんかないかな。たこ焼きでもええで。お腹空いてないのよね、今ね。空いてるっちゅうで言えば空いてるっぽいけど、空いてないっちゅうか空いてないっぽいし、どうしたらいいの。ヘッドスパ行こうかな。花火を50個ぐらいもらってヘッドスパ行こうかな。天一全のせいなんでや。食えるかよそんなもん。どっかお姉ちゃんおらんかな、その辺に。いやもう、どういう意味？のどぐろ食べててあかんってどういう意味？スタッフに逃げられたってどういうこと？今日はあの他店イベントやってるからそっち行かしてるけど、今日明日だからいない。今日明日だからうち暇なのよ。ふぅどっかお姉ちゃんなのかな。このお姉ちゃんでもええわ。もう何でもええわ。ちょっとデリヘルで働きませんか。これはちょっとうちはやばいな。これはやべえな。デリヘルとったのデリヘルとるじゃんか。そもそもどっかに帰っておらんかな。18歳の頃出勤してくれへんかな。今日今から出ていいですか？とか、あ、全然いいよ。何時がいい？迎えに行くわ。そういう仲になりたいな。あーちゃんとそういう仲になりたいな。あーちゃんも彼氏と別れたらいいのに。
なんでコメントで出ていいんですか。ドル円大丈夫、どういうこと。今いくらなのドル円。ゆうゆの息子が呼んだらあかん、そんなこと、そんなことコメントで呼んだらあかん。それはスクープ、大スクープなんだから、そんなことコメントで呼んだらあきませんよね。絶対あきませんよ。それ今文春に売り飛ばしたネタなんだから、文春がそれに乗っかって記事にするかどうかはちょっと今わかんないけど、東京のキャバ嬢が詐欺にあって、その相手の男がそうだと言われているらしくて、でも団地に住んでて、ほんまかどうかなみたいな、でもまあ調べてると、なんかこう、バツイチで大体劣るみたいな、すごいことになってんだけど。で、もう金は返ってけえへんやろうから、なんていうのも、まあ、とりあえず仕返しをしたいと。いうので、なんか中国人探してうんぬんかんぬんって言ってたけど、ね、そう、ごめん、黙っといてね、うん、そんなことよりも、文春に言っちゃえばいいんじゃないって言ったら、ほんまに文春に売り飛ばしたらしい。ネットからあの情報を提供したらしい。そいつの通帳の表紙と、何か、保険健康保険証やったかな、なんか思ってたな、うん、ね。キャバ嬢とか風俗嬢ってみんなそんなにすぐハマんの？普通に考えたら分かるでしょ、詐欺って。なんか投資詐欺らしいけどね、最初ハマったのは。投資詐欺って、投資するのにそんな何百万とかもよう突っ込む、160万ぐらい突っ込んだらしいけど。まあ、基本的にキャバ嬢ってバカなの？まあ、AV 女優だけどさ。なんでそんな借金になるのかよく分かんないんだけど。AV 女優の場合は、ね、あの出演するで痩せへんかって、出演できへんかったから、なんかそれのなんかこう、夜勤みたいな形でみたいなことを言われるやすいやろうけど、でもアホやからね、あの子らも、ね。もうすぐ、もう、そんな、どっかのプロダクション通して話してたけど、住んでへんねんって、嘘ばっかりつくけど、お前、何本も出とるやないか、今までに、みたいな。なんで俺には黙んねんやろ、黙ってんねやろ、分からんわ。文春ってすごいよね、8割合ってる。マジっすか、8割しか合ってないんだよ。だってみんなネタ売っちゃうでしょ。だからあの今回その僕の知り合いのキャバ嬢がしたようにね、もうこいつ悔しい、こいつになんか人を遊ばせたいっていうネタをもうあのタダで提供しちゃうからね。俺やったら金に変えようと思うけど、さタダでやっちゃったんやみたいな。まあまあ、まあ、俺は別に。どうしよう、元アイドルホニャララハナナのホニャララの息子詐欺みたいなね、出たらその引き金を引いたのは僕です別に引いたわけではないけど、うん、いや相談っていうかそういうふうに言うてたから、裁判しやって言ったけど、なんかここ最近成人になったらしくて、つい最近まで未成年やって、で、まあ、親から取れるやんって言っててんけど、親もそんな団地暮らしやから金なさそうって言うから、ああ、そうなの。で、なんか弁護士にも言ってるけど、なんか証拠がなんか弱いからどうので、なんか乗り気じゃないとかが、もっとマシな弁護士に相談すりゃいいのに、みたいなこと言ってたけど、もうみんな、他の被害者もなんかあんまり乗り気じゃなくて、みたいになってて、あれだもう文春法発射してん、文春法。そんなん、喜んで乗っかってくるやろ、アイドルの、元アイドルの息子とかやったら。で、今に至るみたいなね。あの子が消されなければいいけど。まあその子
が消されても僕がもう今ここで喋っちゃってるから、この YouTube、 これを YouTube にアップして残ってたらもうね、あの隠しきれないあれなんだけどね。そう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 、どうなんだよ、ね、それはほんまおもろいねんけどジャニーズだけじゃなかったみたいな記事もうどこもかしこもみたいな、昔ブラック企業特集みたいな記事があってないしか知らない情報。雨の夜に廊下を歩く足音が近づくなんでやなんで俺が消されん、おかしいやろここの公園いつもこうやって集まってる、これほんま何が集まってんのこれ、やばそうなおっさんおばあんがいつも集まってんねんけど、この本禄児童遊園なんなのこの南六北町会の看板でこの公園がどうのこうのっていう、この黒曜キーハート株式会社の南側のこの一方通行の南側のあのこの内川沿いのにある本禄児童遊園っていうところにいつもなんかおっちゃんおばちゃんがずっとこれたまろってんだけど、これ何の集団ってマジで、これ何町、消される前に天丼食べに、天丼食べたやろか、これいつも何町なんこれ、どう見てもこれはあれだろう、あの何あのなんちゅうのあのゲームで集まってるには見えないだろう、あっちに座ってるおっちゃんおばちゃんもおるし怪しい、でもみんな携帯触ってんのよね、携帯触ってるけどこれポケモンじゃないだろう、は派遣のバスやったらチャリンコに座ってないだろう、チャリンコに座ったまま待ってるとかおかしくない、あこっちのおばちゃんもチャリンコに座ったまま、何を待ってんのこれマジで、何待ちなんやろね、ここに何かが迎えに来るんやったら迎えに来るで、チャリンコ止めて待ってるだろう、チャリンコ止めずに待ってんのよ、何待ってんの、結構年いったほらおっさんとかおばあんとか、なんかもうなんか調査してきてや、何やろ、消される前に鹿児島も行かないわ、鹿児島なんか二度と行かないからな鹿児島に 2LDK のマンション借りてるけど二度と行かないからな何のために借りてんじゃん行くけど、別に鹿児島は行くけど、南九州は行くけど、別に鹿児島市内は行く用事ないわ、別に大して黒くもないし、わざわざ会いに行くほどの、向こうが来るっつんなら会ってあげるけど、別にこっちから会いに行くほどのもんでもないだろう、なんせうちには18歳がいるんで、18歳がなんでわざわざあんなあかん、言いそうになったペロッと言ってね、会いに行かなあかんね、あーちゃんもうあーちゃん出てけへんかな、あーちゃんマジで暇やから集まってるだけではなさそうやけどな、利用せえへんとこ借りたままにしてる、どういうこと、いや利用はしてるよ、うちの親族に使わしてるよ、まあ一生借りるもんではないし、最悪僕はこっちを引き払って僕が向こう行くかもしれんしね、架空の架空じゃねえわ、身分証持っとるわ俺見てこじゃないからな、18やけど、18歳やけど見てこじゃないから、見てこでもなければ女子高生でもないからな、ちゃんとあの高校は卒業したらしいから、知らんけど単位制の高校やったらしいけど、別に高校生じゃなければどっちでもええっていうか、別に高校生でも俺的にはいいのよ、俺的にはいいけど、あなたが困るわよっていうだけの話でね、だから高校生のぞくでしてるから、こうまあ知らん、最悪高校生やったってやったらそれはごめんなさいやけど、もうだってそんな二十歳でも高校生っていうのが存在してね、その子の身分証取って二十歳超えてんのに、いや高校行ってました、夜間で高校行ってましたって言われて、そんな店が挙げられることはないからね、九州男児やったんで今更父も母も鹿児島県民です、もっと言うならば鹿児島県人です指宿と知らんの子だからね、昔もっと枕崎港って大きいかなと思ったけど、この間行ったらめっちゃちっちゃかったわ、めっちゃされてた、びっくりした、まあ、一応ちょっとした港にはなっとるけど、なんかもう船も少ないしみたいな、あーこんなもんみたいになってたわ、やべえなあれは、お
枕崎でありなんだからもう終わってるだろ。あー4時半かよ、吸うことないんだが。請求書の発送でもしに行こうか、それだけして帰るか。本当にやることねえわ。やることねえな。ちょっとほんまにお姉ちゃんナンパしに行かなかな、こうなったら。クレープ食べたいな。ちょマジでクレープ食べようかな。お前クレープ食べようかな。クレープどこで売ってるこれ。もう今だと通るん今日2回目のような気がするんだけど、まだ1回目か。鶴橋行こうかな。あー、なんでうちの事務所はナンバーを挟んで長堀と大黒なの。なんで難波にないの。なんで心斎橋にないの。まあまあ長堀は心斎橋の隣で近いっちゃ近いけど、まあ、ど真ん中やったらど真ん中で気をまとめにくいけどさ。あー、お姉ちゃん入ってこねえかな。適当に借りたから適当に借りたから、適当に借りた、めっちゃ適当に借りた。だってさ、前田不動産買って最初ナンバーに借りようと思ったらナンバー空いてないねん、こっちやねん言って、で長堀やって、うわ長堀って南千葉ってもうめっちゃあかんとこやん俺近寄ったらと思いながらも、まあ昼前やしええか。今度は上本届け出の物件探したらなんかろくなとこなくて、ね、まあ、やっと見つけたのが大黒町でしょ。すっごい狭いワンルームだし、どうなってんの。僕ちょっと TV 配信中ってペイントしに行こうか。レクサスプレミアつかないわ。どうせこのレクサスもう売れないんだから。1400万で売りに出してるけど問い合わせ来ないわ。このレクサスいつ問い合わせ来るんだろう。レクサス売れないかな。レクサスが400万で売れたらさ、300万の中古のレクサス買ったら100万儲かるやん。いや考えもなしにではないよ。別にもう一個事務所の候補は2つぐらいあったし、交通の便考えたらどう考えても大黒町やったのよね、うん、一番ラブホガイに近いし、それでもまああの距離やけど、だって他のとこなんかさ、もう風呂トイレも別の共用のやつとかさ、ほんまそういうとこ最悪住めないでしょ。家なき子がもし家出してきた時に最悪避難できるぐらいのと思ってあそこ借りたら、なんかもうそこがチャットルームになってとるし、稼ぎ頭だから稼いでもらわなあかんから、まあまあ多少はね居心地のようにしたら、もう難しいよね。次の子が入ってきてくれて、その子が必ず10万落としてくれるっちゅうんやったら一部屋借りてもいいけど、分からんでしょ絶対はない。ね、女の子らって店にね、今日3万円稼げますかとか聞くけど、お、ま、じゃあこっちが聞きたいけど、お前3万円のならせれるねえ、あなた3万円稼げるだけのオーダーをならせる顔ですか、あなたは。ね、店のせいにするんじゃなくて、お前の顔はどうやねんみたいな。お前の体格はどうやねん、お前の性格はどうやねんみたいな。そういうことです。デブスほどなんか店のせいにする。店の電話が鳴ってたらなんか忙しいと思ってんかしらけど。じゃあそれはね、指名のお客さんの老女の子は忙しいだけであって、お前にあげる仕事やないんやでーっていう話なんです。前の店の時もよかったわ。もう上位の3人だけが指名バン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 なるから、まあもう5人までなってたけどね、ある程度はもうほとんど3人ですよ。バン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 なるからね、その3人のためにこう電話が鳴ってるような雰囲気ですよ。パッと見たら、あ、でも鳴ってる、うん、でも他の子の指名みたいなね。
で、挙句の果てにそいつらが言い出すのが、年々ちゃんだけひいきせんってずるいわ。ちゃんちゃん、ちゃん、そもそも本誌でかかってきてるんですけど、この電話。お前のためのオーダーじゃないんですけど。何万キロレクサス、14万9146キロ。まだ15万いってない。歩ける距離に集めたら、せめて同じビルの別室か。同じビルの別室で、だってあそこは風営法の届け出がそもそもできないビルだし、かといって今風営法出してるところなんてあんな狭いところに何部屋借りたと気持ち悪いだけやし、うん、次はもうちょっと離れたところに 2DK か 2LDK 借りようかな。250ぐらいで売ってるよみたいなレクサス。マジで250で売ってんの？250で売ってんのこれ。もうちょっとこれ結構気に入ってるけどね。この値段でこれ絶対コスパいいだろう。この値段でこのクラスの車に乗れてて、こんだけ走れてて、仕事にも使えてんのよ。切ってるよ200万なんて、そんなの当たり前じゃないな。200万も出してないわよ。総額で保険高い高い、自動車保険ついてる保険代も込みでやっと200超えるぐらいだわ。保険外して保険代入れへんかったらね、それぐらい。総額で全部ぶっ込みで、何もかも込みで、いい買い物してんのよ僕だから、それを君たちは何 SNS に向けていいいいって言ってたけど、じゃあ買いたかったら買えばいいじゃない、買えないくせに、ね、もう我ながら本当にいい買い物したなと思ってるよ。なんせ LS600 乗ってたらね、多少信号待ちとかでなんか携帯さって遅れても、ね、誰もプップップップ鳴らさないわよ。前から来る車もちょっとどいてくれるからね。楽でいいわ。レクサスっていう車は楽でいいわ。ちょっとグレード下の車なんか、あっすいませんみたいな。昨日も真ん前雨の中、じいちゃんがなんかコンビニの前に泊まってたけど、向こう GS かなんかで、こっち LS だから、ああ、すごいな、兄ちゃんみたいな、そんなことないっすよみたいな。千葉県とか、なんで求人サイトに登録されてるのは全部関東なの？関東のやつなんかにこのスカウトメール送ったって何の意味もないけど、これしか置くとこないからここに置くんねん。小さいおっさんでも巨人扱い、あ、そんな感じですよ。でもそのおっさんもちっこかったけど、GS250 かなんか乗ってたおっさん、 GS なんかそんなレグレードやってると思うけど、なんか出てきたおっちゃんちっこかった。息って出てきたけど、こっちが LS やったからちょっとシュンとしとった。しかも460じゃないし、僕600やからねこれ。またドル円したいってんの、もうマジで、もうなんで、もう 109.5 とかいかないでね、いかないでね。109.1 まで行く、そんなに下まで行くの？そこまで行かなくてもゼロカットなんだけど、そこそんなに下がらなくてもどうせゼロカットですよ、心配しなくても。今日はまだ女子高生が制服でうろついてる時間やね。まだ 109.9 円、 109.85 より下がったらありえるねって言ったら、言うてもまだ 109.94 円、全然下ちゃうやん。もっと下行ってんのかと思ったわ。全然安全だわ。まだ利用可能証拠金残っとるわ。
眠たい。事務所で書類作って、請求書送って、請求書でも送って、郵便出して帰ろうか。もうめんどくせえわ。事務所行くんやったら真っ昼間に行けばよかった。あなたは保険屋のお姉ちゃんとか来たかもしれへん。保険屋のお姉ちゃんとか営業来たら絶対パンツ見えるんだが、あのソファー。まあ、だってあーちゃん座ってるだけでもパンツ見えそうやな。もう太ももばっかり見てたわ、これ。もう面接の時。ずっと足見てたわ。丸刈りの同級生。え、109.50 で持ってる。持ってないよ、109.50 なんか。僕が持ってるのは 110.2 って言ってんでしょ。 110.2 ロングと、110.0 ロング、05ロングぐらい。ちょっと待って、ポジション見てみようか。正確に言うとね、110.164 ロングと 110.029 ロングだわ、うん、だから110円割ってる時点でもうどうでもええねん。もうどうでもええわみたいな。知らん知らん知らんみたいな。カメラ仕掛けたのか。仕掛けてないわ。焦ったわ。まさか面接来ると思ってなかったからさ。最初車乗っけた時はもうめっちゃ緊張してやって、顔パンパンで、あ、もう倒れてまうんちゃうこの子っていうぐらい、倒れんちゃうこの子思ってたけど、ずっと緊張してたから、とりあえず飯行こうかっつって、あのオムライス屋さん連れてあげて、何食べたいって言ったら、何やったかな、すき家のチーズ牛丼が食べたいって。いやごめん、そこは連れて行かれへんわさすがにと思って、普通にファミレスでいい。何でもいいですよ。それ面接ですき家とか無理だろ。すき家のチーズ牛丼食いながらデリヘルの面接とかある？よう話せんわそこで。まあ結局あんまり話せんかったんけど、そこでは。ほな事務所行って、あの紙だけ書いてちょっとやってみようか。で、こっちは気ぃつこうとお姉ちゃん用意したけど、向こう的にはそのお姉ちゃんはもういらんかったっぽいね、逆にね。もう入れるならさっさと入れてよぐらいの勢いやったと思うで、あれ。もう講習してあげた方がよっぽどまだ良かったかもね。ほんでから一本つけてあげた方が良かったのかもしれんけど、もう何もかもわからないまんまで仕事行かしだってすぐなっちゃったんだもん。仕方がないでしょ。指名ですぐなっちゃったんだから、もう生かすしかないでしょうよみたいな。あ、じゃあ今から行きますけど、あのこの子ね、本当に業界未経験なんでよろしくお願いしますねっつって、行ったわよ仕事。行っちゃったわよ。本気を強かったらしいけど、もう出てこないわ。はあ、あいつのせいで出てこないわ。あの客のせいで出てこないわ。